こんにちは。ナンバーワン系の西村です。それでは早速ですが、先日行われました不当会プラスソフトの竹名社長とのコラボセミナー、ズームセミナーの方を紹介させていただきます。竹名社長はまず、3つのことを話されます。1つは彼の会社、どんな会社なのか、その残り2つは、そのような素晴らしい会社、業績を上げるための会社のための基本的な方法です。それでは竹原社長、お願いします。お願いします。ということでですね、私の資料の方を見ていただけるようになってます。で、お配りした資料のダイジェスト版ということで、ほうほうほう。まあ、今回作らせていただきました。で、一つですね、うちの製品の、コマーシャルで、ここにこれじゃわかんない。ここに出てるのが、私ども実はペンプラスという、製品でして、要は、こういったプレゼンテーション用のソフトでもあるので、今回はちょっとこれを使わせて説明させていただきたいと思います。はい。で、一応、題名はですね、プラスソフトの経営戦略ということで書かせていただいたんですが、まあ、基本的にはその八起会、不当会も含めて、まあ、軽く説明させていただきたいと思います。で、時間ありましたら、またいろいろとご質問の方もお受けしたいと思うんですが、はい。まずまあ、株式会社、プラスソフトなんですけど、この株式会社になったのは、実は、つい最近です。ちょうど、まだ1年経ってないですね。去年の4月の終わり頃ですので、はい。それまでずっと有限会社で20年やってきまして、ちょうど昨年の8月で、20周年を終えたところです。で、何をやってるかというと、ビジネス系手書きソフトの専門会社ということでやっております。で、実はこうやってこう、お絵描きするソフトっていうのは、漫画を描いたりですね、あとグラフィックを描いたりするところでは結構たくさんいっぱいあるんですよ。ところが、そういったところは、とてもじゃないですか、ある面、私たち逆に後発でして、技術的に勝てないと。で、特にアメリカですとか、そういったところのソフトが非常に優秀なので、ということで、我々ある面、あまり普通では関係ないように見える、そのビジネス系というところに、絞ってやっている会社ということになります。はい。でですね、主にですけど、一つが教育ですね。今使っているソフトは教育になります。で、ちょっと特徴的なのが、実は普通にペンで線を描くと、ずっと残るんですけど、これこうやって消えてきます。消えていくことで逆に、今何を語りたいかってよくわかるという特徴があります。ということで、今ですね、もう一つが医療をやってきました。で、新しく、開拓しようとしてるのは、もっと広い意味でのビジネスに展開しております。で、今どういうふうな構成なのって言いますと、まあ、社員ですね。実はこれ私とか幹部を含めてなので、本当は従業員じゃなくて、本当に社員4名ということでやっております。で、パート今、4名って書いてあるんですけど、実は1人、子供の病気で、ずっと来れなくてですね、実際には今3名でやってるんですが、ちょっと前まで午前中のみだったんですけど、去年、プレゼンテーションした時はそうだったんですけど、今はなんか午後までやるようにな、なぜかなっております。このコロナの中、3人今日は全員揃ってきてました。で、これ昨年って書いてあるんですけども、一昨年になるのが8400万です。で、今年はですね、どうなんですかね、9500から1億ぐらい、まあ、ちょっと久々に上がったという感じです。で、うちの場合は本当に売り上げって全く考えてなくて、あくまでこの粗利主義になっております。はい。でですね、そうです。こう書いてあるんです。2年連続の減収減益だったんですね。ちょうど一昨年までは。だから、今年は復活なりましたんですけど、もう来期は本当どうなるかは私でも全くわからないというような状況になっております。はい。
これですね、この次に説明させていただく、丸山さんのお手元にはあるんですが。あ、小野口さんにも送っときました。はい、あります。じゃあお手元にありますね。はい、なんで、お手元にないかなと思って、こんなものを準備させていただありきがとうございまます。す。じゃあ、見ていただいているので、これの説明はちょっと省略させていただきますが、そうですね。私は、実は今回、西村さんといろいろお話を始めたときに、財務に詳しいですよって言われてですね、いや、財務って言っても私専門家じゃないしと、まあ、簿記は取ってるんだけど、財務にしあのふさわしい、なんていうか、専門家ではないんですね。ただ、お配りした、要するにその決算紙というもの、まあ、決算の歴史という意味で決算紙ですね。でですね、これは何かと言いますと、まあ、私、決算というのは、まさに歴史だと思ってます。ただ、大抵の方は歴史を忘れると。実はですね、まあ、賢者は、歴史に学び、愚者は、その自分の経験しか知らないというような、言葉が、なんかビスマルクかなんかの言葉があるんですけど、でもそれですね、私が思うところは、実際には自分自身の経験を忘れてしまってるんじゃないの？ということなんですね。はい。我々プログラムというものを書いて、ソースコードっていうのを書いていくんですけど、そこに必ずコメントといって説明を書いていくんですよ。それは実は自分が書いたソースコードも忘れてしまうんですね、自分自身が。で、それを思い出すために、その説明、自分の未来の自分のために説明を書くんですよ。ということがありますので、同じように、決算というのも、まあ、よく3期で見るとか、場合によっては2期で見るって、あ、10%上がったね、どうのこうのってのあるんですけど、そうじゃなくて、やっぱり、歴史を俯瞰してですね、広い目で見て、それで自分の会社ってどういうところで上がって、どういうところで下がって、ということを知らないといけない。ということで、まあ、決算紙っていうのを作らせていただいております。でですね、実はその財務っていうよりも、これ管理体系と言われるものです。まあ、もうご存知の方は当たり前のようにご存知だと思うんですけど、普通皆さん、税理士さんに作っていただいているのは、あれは税務会計と言いまして、税金を納めるための会計にしか過ぎないということなんですね。なので、税金さえちゃんと納められれば、本当はどうでもいいものになってしまうんですよ。で、要は、税務会計って余計なものがいっぱいあると。あくまで自分が、経営のための指標にするために使う、そういったものを管理するための会計で管理会計って言うんですね。で、それをちょっと私も知りまして、そういう意味で、このお配りした決算紙の中には、非常にシンプルに、自社として必要なものだけ、これですね、自社としてあくまで重要な指標のみ、明確にしてます。ということです。で、その中で、武田ランチェスター的な部分っていうのが、基本的には、その一人当たりの粗利、一人当たりの純利、一人当たりの自己資金、手当たりになります。で、これ私は、順番があると思ってまして、まず何と言っても一人当たりの粗利が必要ですと。で、これさえあればですね、うまく経費さえ、それこそうまく経費を落とせば、純利益は自然と出てくるものなので、はい。で、純利益ができると、これが長年貯めることによって自己資金になってくるわけですよね。なので、まず粗利。で、その後経費を抑えて純利。で、それをその1回で終わるんじゃなくて、まあ、武田先生も5年連続で、利益3倍出しなさいみたいなことをおっしゃってますけど、まあ、そう言って、継続して利益を出せるっていうことで、自己資金が溜まっていくのかなと思います。はい。ここで少しビデオを止めて、まとめてみますが、やはりそのような素晴らしい経営をするためには、一つは数字に強くなるということでした。で、二番目は、粗利益を上げるということでしたよね。
で、そうすると、皆さんの中からも質問出たんですが、やはりこの粗利益をどのように上げる経営をするのかということも大事なんです。で、そのための方法が、中小企業が取る基本的な戦略である、部分1位、もしくは小規模1位という戦略なんです。それをどのように実践されたのかということを説明してもらいます。で、すみません。ドンと資料の中で、いろいろ飛ばさせていただきまして、で、結果的に、その時やったのが、ターゲットを医療のみに絞るということをいたしました。で、これがある面、ランチェスター戦略の第一歩として、本当にうちが、成功した、第一点になったな、と、すごく思っております。で、それまではですね、まあ、ある面、ちょっとやっぱりいろんなことに、うちも手を出しておりまして、で、ただ、やっぱりこれじゃダメだということで、実は医療のみ、で、もう一つ、うちと同じような手書きソフトのビジネスをやってる、もう、P さん、P 社さんっていうとこあったんですけど、もうここにですね、この P 社さんに全部、医療以外をお任せして、うちは医療だけにしたっていう感じです。で、これがですね、実はその、医療以外を全部お任せしてるんですけど、実は結果的に言うと、医療市場が、それ以外のところの方、すべてをトータルするよりも、当時は実績があったっていう こともありまして、そのようにさせていただきました。それで、要は他分野は競合に譲るっていうことをやったんですね。先ほどのうちと同じ P 社さんなんですけど、例えば、医療以外の商談が来た時には、ライバルさんをご紹介して、ここにお願いしてくださいということで、そういうような断り方で、絞っていきました。で、私、ランチェスター戦略で、まあ、弱者の戦略っていうことで皆さんもやってらっしゃると思うんですけど、私は弱者の戦略というのは、二つあると思っておりまして、まあ、それは戦争ですね。ランチェスターはあくまで戦争をベースにして、敵にどう勝つかっていうことなんですけど、もう一つはですね、生物の世界ですね。岩穴とヤマメって書いてあるのはその通りで、生物の世界に弱者の戦略があるんじゃないか。まあ、生物の世界で弱いものが、これ西村さんの、メールにもありました通りで、弱いものがどうやって生物の世界で生き残っていくのっていうことなんですよね。で、ちょっとご存知の方いるかもしれない。岩穴とヤマメって非常に近い、種類の魚です。同じマス科で。ですけど、岩穴はより上流にいて、ヤマメは下流にいます。で、そんなように、ちょっとした差で、お互いが生き残っていかれるっていうことで、まさに、うちと、その P 社さんがそんな感じで、やってきたということです。P 社、ライバルさんの方も、自分なりの方で頑張っておられております。で、今回の、ちょっと、まあ、目玉になりますけど、まあ、不況だから儲かるナンバーワン戦略ということで書かせていただいております。でですね、まあ、まさにこのコロナが来まして、まあ、ね、つい最近になってからリーマンショック以上みたいなお話されているんですけど、まあ、正直実は私は、1月23日に、武漢が閉鎖されたんですけど、もうその時点からこれは相当危ないぞと思っていたんですよ、実は。で、でもそれでも、まあ私自分自身の想像以上になったら、まあ日本は中国から相当入っていくので危ないなと思ってますけど、まさかアメリカとかヨーロッパがですね、あんなひどい状況になるとは全く思ってなかったです。でですね、ここでまずその公共のレースと、
不況のゼロサムって書いてございます。で、これ何のことやらって話なんですね。で、すみません。これ消えてしまうペンしかないんで、これ逆に、説明しづらいところがあるんですけど、レースって何かっていうと、カーレースとか、あるいは、そうですね、100メートル競争とか、そんなものをレースと考えてください。そうすると、100メートル競争でも、あるいはカーレースにしても、1位も2位も3位も4位もいるわけですね。で、じゃあ1位、じゃあその中で、もちろん1位がナンバーワンってことになるんですけど、それでも1位は1位なりに、2位は2位なりに、3位は3位なりに、それぞれ儲かっているのが、この公共という状況です。要は公共の時って1位じゃなくても実は儲かってるんですよ。ところが、不況になるとですね、まあ、こう、ゼロサムっていうのは、要するに、勝つ人間、勝ちか負けしかないっていうことです。だから当然皆さんご存知の通り、不況になったら、ナンバーワンしか残れないっていうことなんです。でも逆に言うと、ライバルが消えていくわけですから、実はナンバーワンが、より儲かるのが、不況というものになってきます。で、今回の不況って多分もう、今までの世界史にもなしような不況なので、これ本当に生き残れるかどうかっていう感じなんですけど、はい。で、そうですね、2008年に、これ2009年って書いてありますけど、2008年終わった後なんですね。まあ、2008年のリーマンショック、っていうのがありまして、で、その後にうちは、この電子黒板、小中学校向けに、要は普通の黒板の紙ですね。今見ていただいているように、この書いたり、写真貼り付けたり、まあ、テキスト貼ったりする、そういったその電子黒板というもので、大きく伸びました。これは何の理由があったかと言いますと、実は2008年、リーマンショック当時、パイオニアが潰れそうになったんですね。実はあの頃って実はそういった大手一社が潰れることが日本にとってとても大きなことだったんです。今じゃ当たり前ですけど、当時はそうでした。で、その時にそのパイオニアを救済しよう。ということで、もう含めて実は、電子黒板、全国の小中学校に電子黒板入れようって話になりました。で、その時に電子黒板のメーカーとしてあったのが、その、パイオニアさんと、あと日立さん。この2社だけです。はい。で、ここが非常に巨人として存在しておりまして、で、それに対して、じゃあ弊社はなんで入っていかれたのって言いますと、実はこのパイオニアさんとか日立さんに、対抗するためにね、山田電機さんとか、あるいは当時東京特殊電線さん、東徳さんって言うんですけど、ここ実はもう潰れちゃったんですね、その後。っていうところがいて、そういったところが、電子黒板のハードウェアですね。ハードウェア。大型テレビであったり、プロジェクターであったり、そういったものを持っておりまして、うちはそのハードウェアメーカーさんと一緒になって販売を展開してきました。で、先ほど言ったライバルの日立さんとかパイオニアさんはハードもソフトを持ってらっしゃいました。でもうちの場合ソフトしかなかったのが逆に幸いしまして、いろんなメーカーさんと組むことができたんですね。はい。ということで、その時にやった一つの手段が、電子黒板って必ず入札なんですよ。うん、入札って安い方が勝つんです、とにかく。で、ただ問題なのは、入札って必ずそのライバルを入れないようにするために、自社独自の機能を入れるんですよ。自社独自の機能を入れます。で、なんですけど、入札が出てきて、その後、その入札を見て、で、
うちは安い値段で入れて、安い値段で買った後に必要な内容に改良するということをやって、まあ、どんどん入札で買っていったんですね。で、その後です。その後です。1年後。1年後にその効果が切れまして、これ実は自民党政権から民主党政権に変わったっていうのがあるんですけど、実はこの教育信用って売り上げ激減しました。で、ここで書いてあります。まさにその生物の、世界なんですけど、ネズミってほんのちょっとしたチーズの一かけでもあれば、一日生きてかれます。ところがライオンはそれなりに大きな餌がないと生きてかれないんですよ。ネズミとライオンが直接こう戦えば、ネズミの方が負けると思うんですけど、ネズミがどこか逃げ込んで、ライオンから攻撃されないようにして、逃げ延びていけば、その、不況っていうのはもう、餌がなくなった時ってことですよね。そうなると、ライオンは今度逆に死ぬんです。現実問題として、そのパイオニアさんも日立さんも、途中で消えました。完全に今は全く、その部分が手を出してないです。ということがありました。で、その1年後、2011年から少しずつ少しずつ回復していきました。で、その時に、教育用のプロジェクターでナンバーワンで、シェア 50% 持ってるエプソンさんが、うちのソフトを採用したんですね。でも、要はエプソンさんだけでもシェア 50% なんで、結果的に言いますと、うちの、電子黒板ソフトは、圧倒的な1位になれたと。この、こっちの当時は、まだ、それほど圧倒的な1位じゃないですよ。だけど、この時点でも、シェアとしては圧倒的な1位を取っております。はい、後半戦になるんですけど、ここからまさにランチェスターになります。そのまんま武田ランチェスターです。ほぼ。はい。こうですね。武田先生もよく言われるフレーズなんですけど、まあ弱者は強い相手との競争相手を避けなさいっていうことを書いてあります。で、ここですね、ここ私ちょっとだけオリジナルなところは、こう小さな市場で1位って書いてあるんですね。これ何のことやらって皆さんで言うと、まあ、商品、地域、客層、業界じゃないか。この三つじゃないのって言うんですけど、実はこの三つとも、一言で言うと市場になります。はい。まあ、地域っていうのは、地域というふうに区切られた市場ですし、まあ、客層も、顧客で区切られた市場になりますし、まあ、商品もそうですよね。例えば、うちで言うとソフトウェアっていう商品。これソフトウェアという市場があるからそういうふうに区切られている。だからこの市場を分解したのが、この3つだっていうふうに捉えてるんですね。なので、一言で言うと市場ですし、市場占有率、市場占有率で1位を目指す。っていうことがランチェスターですので、まあ、こんな表現にさせていただいております。あとはもう今更って感じなんですけど、まあ三大目標これ絞りましょうって話なんですけど、でここで大切なのは組み合わせるっていうことです。実は武田ランチェスター系の一つの問題点は、絞るって言われたときにこれ全部絞らないといけないんじゃないのっていう発想があるんですね。ところがそれは間違っていまして、うちなんかははっきり言って、これ地域は全く絞ってないです。もうあくまで商品と業界客層のみ。ここで絞ってるだけです。はい。ということで、で、場合によっては、で、実は田岡先生の時代からもそうなんですけど、田岡先生の時代から、ランチェスター戦略を読んでみると、とにかく地域戦略で絞ったところが成功してると。というのが、田岡先生の事例なんです。はい。なので、地域で絞ると、最も効果が上がるんですが、あくまで地域で絞れるのは、
まあ、建築屋さんとかリフォーム屋さんとか、そのやっぱり地域に密接な関係のある業種のみですね。はい。なんでそういったところは本当に何よりも先に地域戦略。で、よく武田先生もそうだし、田岡先生も地域から絞れって言うんですけど、地域から絞って意味のない業界もあるので、そこは使い分けが必要だなと思っています。はい。で、これですね。経営の八大要因。もう当然皆さんご存知だと思ってるんですけど、うん、私は実は武田ビジネスモデルのように、八大要因かける八大戦略、じゃなくて、八大実行目標みたいな形じゃなくて、うん、もっと単純に八大要因だけにしてます。うん、はい。あまりもう複雑にしない。うん、で、最終的にはここですね。独自の経営戦略。あくまで自社オリジナルの経営戦略を構築していくということを目標にしております。はい、竹原さん、ありがとうございました。それではここで、このような素晴らしい会社になるためには、地位づくりの戦略が大事だということでした。まあ、ランチェスターという言葉で紹介されました。そしてそれを八大戦略で自社で独自に考えていくことが大事だというものでした。それではこの八大戦略とはどのようなものなのでしょうか。それをどのように実践すればいいのでしょうか。それを次回5月21日のまたこのコラボセミナー、不当会西村経営研究所のコラボセミナーで説明していただきます。 Zoom ですので実際生の声が聞こえたり、あとで1時間ぐらい、まあ、会そのものは1時間なんですが、終わってから1時間、質問会も、そんな時間も差し上げますので、ぜひ直接聞いてみたいという方は、その5月21日の Zoom セミナーに参加してみてください。無料です。詳しい要領は説明欄のところに記入しておきますので、そちらの方をご覧になってみてください。それでは、今日のご視聴を感謝しています。お疲れ様でした。